はい、えぇ、ー、エキ太郎です。あのー、これはさすがに変だなって思うんです。あのー、メインチャンネルでも、それして、えー、サブチャンネルでも、あのー、横浜のね、県、えー、もうだから表現できないですよ。横浜で、えー、31日に、えー、建物からこう、し なんかだったら、下で歩いてる人にぶつかったというお話ね。これが、要は、あのー、ダメなんですって、YouTube 的に。もう、このお話をしちゃうと、年齢制限がついて、広告がつかなくなる。広告がつかなくなるのはいいんだけど、年齢制限がつくってことは、あのー、未成年者、18歳以下の人に見せちゃいけないよっていうことなんだけど、本当にそれでいいの あの、これって、浅日川状態じゃん。YouTube の浅日川状態要するに何かあった時全部隠蔽しちゃうだから、何かあったんだけど見せない。話題にしない。取り合わない。事件にしない。だから、わかんない。次起きた時もわかんない、わかんないっていう。ね。浅日川の人申し訳ないけど、そういう風な言い方が適切かなってわかりやすいよね。浅日川状態。 いや、そんなこと、でもこれで通っちゃうんだから、だからこうやって言わないと説明ができない。わかりますだからそれぐらいのことになっちゃったっていうことだよね。旧で使われている例えで使われても一番わかりやすいよね。今、YouTube が旭川状態。ね。えー、だからどういうことかって言ったら、YouTube が風光明媚で、えー、食べ物が美味しく、冬は寒くて夏は過ごしやすいっていうことを言ってるんですよ。<laughs> ね。 アサヒカー状態なんですよ。今、YouTube が。ね。うん。厳しい環境もあるけども、ね。優しい、えー、健やかな。そう、あの、教育に、あの、万全な、そういう、ね。とてもいいコンテンツっていうことを言ってるってことでね。はい、ここはね、わか、なかなか難しい。表現の仕方と理解の仕方が、ちょっと一段階上がってきました。ということなんですよ。だから、出しちゃダメ。 っていうのは、いや、いいんですよ。それ何でも好きかって言ってればいいけど、そうやって規制が入ってるってことは言うなってことなんですよね、結局。えー、スポーツのルールでもそうじゃないですか。えー、それは警告ですとか、イエローカードですとか、レッドはダメだよね。っていうことは、そういう行為をしちゃダメよっていうことなわけでしょうん。よくないですよ。あんまりよくないですよ。 審判は良くないというふうに思いますよ、その行為は、ということになってきているわけなんで、そうするとやらない方がいいよね。あの、こう、審判に言い返すとかね。んじゃあ言い返しちゃいけないんだ。っていう感じでしょ。ねでも本当にそれでいいのかなと。うん。ええー、とねこれ、絡めて言っちゃいけないんだけど、今、 私なんか携わってる高校とか、もうひどいっすよ、今。ちょっと前まで、コロナ禍の時までは、そんなって、今ね、やっぱり、すごい乱れてる。うん。だけど、私たちの子供の時のレベルにしたら、ちゃんちゃらおかしい。な、え、な、なーにぐらいだけど、今のこの基準でいくとまずい。だから、ここはそうなんですよ。当時は良かったけど、今それやるんだっていう。あの、やっぱり、えー、 女の子のお化粧の問題だって、髪の毛の問題だって、多分新学期が入っていろんな問題になってるとか、えー、生徒同士の喧嘩だとかね。うん。もう、あとは、教師と生徒の恋愛。もう、これも、もう、露見して、で、そういうのが露見してると、もう、ある日突然いなくなって、ある日突然処分。 でも、なんとなくみんな分かってるってことが、一見普通に見える学校の中で、普通の高校で普通にある。やばいよね、だから。だから、だからこれってどういうことかっていうから、蓋していっちゃうからだよ。蓋していってるから、やる方はバレなきゃいいやって話でしょね男の先生は女の子の生徒と付き合っちゃうの。ねもうそれが、もう、もう、もう、溢れちゃうとか。<laughs> ね。他から注意を受けちゃうとか。うん。ねやばいよね。うん。もうそういうことが、もう多すぎる。でもこれって、刑事事件にはならないんだよね。例えば、えー、高校生だけども、えー、入れ墨入れちゃう。わからない。あるいは、えー、 あんまりその、全部細かいこと言っちゃいけないけど、どん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 そういう風になってって、蓋をするって体質があるから、うん。もう出た時にはもう、だから報道自体がそういうことなんで、悪いって思ってないんだよね、きっと。うん。だから今回でも、そういうことがあって、そういう風に新学期になって、ここ、これ喋れないんですよ、これ。 でもなんでそうなるかっていうことをもう説明もできないかどうにもできないんで、うーん、解決していかないんだ、と思います。うん。だってそれは私が経験したことで、あれがダメと思えないんですよ。人間の審査が入ってもダメなんですね。うん。へえまあ、広告主はそんなものをね、企業はね、あの、やってほしくないからね。うん。マイナスイメージが。あ、そんなもんかと思う。 うん。だから、ますます、公明を極めて、この子たちが大人になった時に、初めて自分が親になった時どうしたらいいかってうろたえるわけですよ。ね、教える立場、教師になった時にどうしたらいいのかってうろたえて、何の、この、やっぱり、対応もできない、その、今、え、10代の時に、家中にある年齢で、それを苦しんだり、悲しんだり、ね、感じたりってすることが大事なわけで、うん。何もなければね、 いいですけど、人生には必ず何かあるんです。ね。あなただけに何も不幸が来ないってことはありえないです。みんな等しく来るんです。必ず苦しむんです。それをどう乗り越えるかっていうことを、ね。伝えようにも伝えられないっていうのが今なのかなっていうことですね。テレビも伝えない、メディアも伝えない、本はあるけど本は読まないじゃ。どうしようもない。YouTube でも伝えられないなら、その局面に来たときに、ね、うおさをするだけ。って いうことですね。その時になって、どうこうなっても、もう自分では対処できないということですね。うんまあ、よくわかりました。以上です。はい、超駅太郎です。この度、極道楽園、極パラ、ね、第4巻、あの、デジタルで発売します。ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、 海賊王になったりするっていうことでね、終わりを迎えるという、違う違う違う,違う、ね。まあ、ここから、この売り上げが良ければ、また復活するかもしれないということで、はい。皆様にね、愛されております。超役太郎、私のね、幼少の、幼少のっていう、な、まあ、あの、私が会ったことも散りばめながら漫画になっております。はい。で、えー、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、こっから続く物語をね、 続けられるかどうかは皆様のね、この頑張り次第。ね、私も頑張っております。もうこの超駅太郎ももう少しで50万人。ね。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人。ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての超駅太郎なのでよろしくお願いいたします。以上です。